ックスプロかゴアテックスプロじゃないかっていうところが多分最大の特徴なんで、めちゃくちゃかっこいいやないかい。使いにくいったらあれやしない。はい、本日ですね、最高峰比較アクレス VS アクレス EX どっちが買いなのかというのを紹介していきたいなと思います。ということでこちらですね、この春ちょっと僕が買わせてもらったアクレスっていうデサントのモデルとアクレス EXP もう一個上位モデルなんですね。まあ値段から先言いましょう。値段がこちらの方がですね 49,500円、こちらアクレスっていうモデルです。でこっち側がアクレス EXP、 分かりやすくもうタグつけたままいきますね。お前返品してんちゃうかとかこっそりやってんちゃうかとかなんて言わんといてくださいね。こちらがですね12万1000円ということで、だいたい金額的に言うと倍ぐらい、2倍以上のお値段が開いてるわけなんですけども、パッと見た感じ黒のマウンテンパーカー何が違いあんのっていう話になるじゃないですか。いやこれね全然ちゃうんですよ。こんなちゃうのっていうぐらいちゃうので、言うたら無理して別にゴアテックスの方を買う必要ないし、逆に安い方が悪いとかっていうのも全くないので、それぞれ用途があるので、その用途に合ってなかったらやめた方がいいと思うし、合ってたらむしろそっちの方がええでとかっていうこともあったりするので、そんな感じでいきたいなと思います。まずはですねジャケット着ていくのが一番わかりやすいかなと思いますが、最初にこちら着てるのがアクレスっていう普通のモデルになります。一番スタンダードな 49,500円の方ですね。こちらのモデルはですね、見てもらったらわかるんですけども、すっごい形綺麗なんですよ。めちゃくちゃ形が綺麗。最高峰に形が綺麗。ちょっとこれ一回締めたバージョンを見てくださいね。めちゃくちゃかっこいいやないかいって。やっぱり男の人ってこう首周りにボリュームあるとやっぱかっこよくなるじゃないですか。だからなんかかっこいいなと思ってね、僕個人的には好きなんですけども、このタイプになってますね。で次アクレスの EXP ゴアテックスモデルっていう方がこちらですね。まあ見た感じで言うとそんなに大きな違いはないかなと思うんですけども、まあ、締めた時に若干ちょっと違いが出てきたりはするんですが、ひとまず見ていただきましょう。こういった形ですね。で次に見ていただきたいのが生地感なんですよ。で実は黒くらいからそんなに違いないかなって思ったりするんですけども、実は生地結構違うんですね。でそれを一緒に見ていただきたいんですけど、まずじゃあ普通のアクレスの方から見ていただきますね。このように結構なんていうんですかね、しなやか、ちょっとマットな感じでしなやかな生地感っていうところが特徴なんですよ。で対してアクレスの EXP っていうこのゴアテックスのモデルの方見ていただいたら分かるんですけども、見た感じはマットなんやけど、ちょっと音声聞いてくださいね。こうシャカシャカする感じっていうんですかね、マット感っていうよりしなやかさはちょっとないんですよ。どっちかって張り腰のあるような生地感っていうところなんで、パッと見た感じあんま分からんねんけども、ようよう触るとあ全然ちゃうやんっていう感じになってくるでしょ。でそれでいてまた性能も全然ちゃうんですよ。まあこのままちょっと所さん状態でお送りしますけども、何の性能が違うのかというと、もう数値が出てるんですけど、これね生地が防水生地なんですね。雨とかもいけるし風もいけるし台風もいけるっていうところですごいいいんですけども、それぞれデサントの防水生地じゃないんですよ。これもデサントの生地じゃないし、あれもデサントの防水生地ではないんですね。で言うとこれに関しては東洋レーヨンっていう東レーっていう日本の生地メーカー、これすっごい大手なんですけど、そこが使ってる防水生地なんですね。だからこれの特徴っていうのは何なんかというと、すごい着心地がいいんですよ。ちょっとストレッチ性が効いたりなんかして着心地がいいっていうところが特徴なんですけども、耐水圧って言って水がかかった時の圧力がどれぐらいいけますかっていう数値があるんですけど、それが1万ミリっていう数字なんですね。1万ミリって言うとだいたい大雨降ってくると1万ミリぐらいなんですけども、大雨いけんやったらいけるやんって感じなんですけど、耐水なので例えばめちゃくちゃ小雨しか降ってへんけどバイクでその中ビョーンって走っていくと、バイクによって圧力っていうのは強まってくるので、そしたら1万ミリって結構簡単に超えたりするんですよ。僕一回以前ユニクロのこのサムネあるんですけど、ユニクロで防水ジャケット着てシャワーをバカけたんですよ。そしたらどれぐらい防水性あるかなっていうことやったんですけど、もうやっぱ耐水圧それも1万ミリぐらいやったんですけど、一気にもう浸透するんですよね。だから耐水圧って雨の多さで結構語られること多いんですけど、じゃなくて耐水圧に関しては圧力なので、雨の大きさであったりその時の自分のスピードとかによって耐水圧が変わってくるっていうところなんですね。なので1万ミリで言うと、今出てるアイテムもワークマンとかって全然3万ミリの防水のジャケットが出てきたり、ノースフェイスとかパタゴニアでも2万ミリとかがあったりするんですよ。って考えた時に1万ミリって聞くとちょっと低いなっていうのと、まあユニクロとあんま変わらんなっていうぐらいの耐水圧っていう感じですし、透湿性って言ってね、もうこの汗を逃がすっていうのがあるんですけど、それがねこのジャケットはちょっと不向きなんですよ。僕も実際これ着て1ヶ月ぐらい生活してみたんですけど、とにかく蒸れるんですよ。暑いんですよね。ただその代わりそのためにこういうところにベンチレーションがあったりするので、まあ、そういうのでこう対策するっていう手は全然あるのはあるんですけど、まず生地がそんなに違うんだよと。じゃあこっち側どうなんかというと、こっち側も同様にデサントの生地ではないんですね。さっきのアクレスは東洋レーヨンって言って日本の会社とコラボしましたね。こっちはゴアテックスプ
プロって言ってゴアっていうアメリカの会社とコラボしてるわけなんですよ。でそれによって何がええのっていう話なんやけども、それによって耐水圧がぐんと上がるんですね。さっきこれ1万ミリって言いましたね。はいはい言ってましたね、1万ミリなんてっていうことなんですけど、よく台風とかで現地の、田中さんって言って、はい、こちらはですねとか言いながらこう雨の中やってるんですけど、あれは大体皆さんゴアテックス着てる理由っていうのが耐水圧が高いんですね。だからゴアテックス着ておけばどんだけ大雨であったり嵐のように風が吹いても浸透してこない。結果雨に濡れちゃうと体温で下がるので、体温が下がると風邪ひいたりとか体調崩す原因にもなるので、まあ、それを予防できる。しかもそれがゴアテックスがなんとさっき1万ミリでしたよ、ゴアテックスなんと4万5000ミリって言われてるんですよ。4万5000ミリって言われてるゴアテックスのさらのもう一個上のプロモデル、上位モデルだから数値は出てないんですけども、もうとんでもなく数値が高いんですよ。だから最低ラインで4万5000ミリオーバーっていう感じなんですね。なので非常に快適性というのはこっちの方がもう断然優れてる。だからこのジャケットってパッと見めっちゃ似てるんだけど、この間にめちゃくちゃ多くのジャケットあるんですよ。ユニクロもあるし、ワークマンもあるし、ノースウェスもあるし、パタゴニアもあるし、コロンビアもあるし、チャムスもあるし、いろんなブランドがアーテリクスもあった上でここに来るっていうことなんで、実はただの防水生地っていうのところで一直端にするとえらい違うんですよ。なるほどなと。そうなったら僕バイク乗るんですとか、こう山の上でクライミングするんですとか、そういう方からすると一気にもう気に溜まってる水がバシャーンと落ちてきたりして耐水圧が一時的にきつくなってくるってなっても、ゴアテックスやったら全く問題ない。ただこれ見たいでる皆さん、おそらく彼女さんとデートするとか奥さんと遊びに行くだけやから、森の中ジャングルの中着ることはあんまりないかなっていうことなんで、耐水圧で見てもらうっていうよりかはどっちかというと透湿性、蒸れないかっていうところで見ていただいた方がいいと思うんですね。やっぱりおじさんの汗って嫌われるんですよ、とにかく。なんでかわからんけど、で特におじさんになればなるほどなんか汚いって言われるんですね。僕もそれは昔は言われんかったんですけど、おじさんになればなるほどなんか臭いとか汚いとかって言われだして、嫁から言われてるので、まあ、そういうところを意識したいなということでね、皆さん一緒に仲良くしていきましょうっていうことなんですけども、今言ったみたいにまずジャケットが違うっていうことで、見た目のこういったロゴの付け方とかはまあ一緒なんですよ。言うたって一緒なんやけども、そもそも生地からちゃうからっていう感じなんですね。じゃあ生地は違うんやけども、デザインはほぼほぼ変わらないんですよ。なんやそれっていうことなんやけども、まあ、これこそ各動画でも紹介しましたけども、これデュエルシステムって言ってね、ジップをどっちでも通せますよと。この外側で通すこともできるし、なんやったらこの内側で通すこともできる。で外側で通すことによってここがメッシュになってるから熱気を逃がしてくれます。なのでゴアテックスプロじゃなくて低いレベルの透湿性のジャケットでもこういう工夫があるから着れるんですよ。だからなんとこのお値段が49,500円、そして皆さん走ってくださいっていうことで、そういうことになって、今から電話の30分以内だったら一緒に僕のサイン色紙なんかもねつけたいななんて思ってますので、この下の出てる番号の方にね電話していただいて30分以内になってますので、コールセンター増員してお待ちしておりますのでよろしくお願いいたしますなんていう話してるんですけど、まあ、そういう感じでとにかくジャケットの仕様としてはそんな変わりないんですよ。やっぱりデサントのいいところってこのポケットの大きさね、ここもめちゃくちゃ使いやすい。やっぱりこの幅がでかいって、とにかく大は小を兼ねる、なんでもでかい方がいいんですよ。ちっちゃいよりでかい、なんかラーメン二郎いってもそうでしょ、とにかく小より大なんですよ。ラーメン屋行ったらとりあえず波じゃなくて大頼む、まあ、そういうと一緒やし、彼女の数もそうなんですよ。ほんま彼女も1人より2人がいいんですよ。まあそれはちょっといろいろ揉めるから言わんけどね、心の中でみんな思ってるじゃないですか。それは彼女は1人より2人の方がいいし、2人より3人の方がいいし、3人多ければ多いほど一夫多妻制いいやんって思ってるけど、これ言ったらややこしいなことになるから言わへんけども、まあ、そういうことでとにかく大きければ大きいほどいいんですよ。何でも多ければ多いほどいい、これが世の中の仕組みなんですけども、そうなってると。ただこのアクレスのすっごいいいところは、アクレスってすごいデザインとかは洗練されてて、もう毎年トライしていくようなデサントってそういうブランドなんですけども、その中でねトライの中でもね、ああこのトライちょっといらんかったかなっていうトライがあって、それは何なんかというと、僕も実際使ってみてあったんやけども、この袖口のベルクロね、使いにくいってあれやしない、もうこれねパチって止めるじゃないですか。これ止めるのでもキュッて押さんと止まらないんですよ。なんでかってこれブロック状になってるおかげで止めにくいっていうこともそうやし、あと適当にパンって止めたりしたらすぐに外れるっていう、こういうことも起きるんですよ。だからできることならね、もしデサントの開発部の方がもし奇跡的にこの動画を見てるとするなら、やっぱこっちに揃えてほしいですね、このマジックテープの。これもうとにかく使いやすいですね。もうこれが一番使いやすいって、もう世の中で人類がこれも発明したのがマジックテープやから、何このもじゃもじゃのミスターサタンみたいな髪の毛って思うんやけども、結局こういうブロックで綺麗になってるやつよりもミスターサタンの方が使いやすいっていうところがね、僕ちょっと一つ声を大にしたいなっていうことなんですけど、それ以外で言うとベルクロと、あとここの脇のファスナーですよね。このアクレス通常モデルはファスナーが1個しかないので、上に上がったら閉まる、下に行ったら開く、まあ分かりやすいんですけど、
ども、ゴアテックスバージョンの方がこれなんですけど、それはね上にもファスナーあるし下にもあるんですよ。え、どうなってんの。上にあるってことは閉まってるよね、下に行ったってことは開いてるよね。じゃあこれを間違えてもう一個、あ、ここはまあ閉めてなかったわ、閉めました、開いてるやないかい、めちゃくちゃ開いてるやないかい、上にファスナー2つある、これどないなってんねんってなるでしょ。そのあたりがどうなんかってことなんですが、今ちょっとカメラの目見てる感じで少しアクレスの普通バージョンの方がネイビーに見えると思うんですよ。でこれがね最終的生地の特徴なんですけど、柔らかい分その分光をきれいに反射するんですよね。全面的に面で反射するから明るく見えるんですよ。で逆にこっちってちょっと硬い張り腰のあるシャキシャキした感じだから、きれいに面で光が反射しないのでより暗く見えるっていうところなんで、色味に関してはねそんなに違いってないです。はっきり言うとこの遠くなったらこの黒真っ黒に見えると思うんですけど、それぐらいな感じなんで違いとしてはないですね。ちなみにノースレスでやる、あのジップインジップっていうやり方あるんですけども、アクレスでもねこういう新しいジップインジップってやり方もやろうと思ったらやれますね。こっち側がアクレス、こっち側がアクレス EXP 状態ということになっておりますので、これ後ろ閉めるともう完全にアクレスの身を包まれた男という状態にはなっております。次に見ていただきたいのがジャケット単体であんま分かりづらいんですけど、パンツと合わせると結構分かりやすいんですよ。どっちがどういう感じに見えるか、街向きっぽいのか、それともちょっとアクティビティ寄りになってるのかっていうのを見てもらいたいので、まず最初はこれでちょっと私服っぽい感じでいきましょう。でパンツ履き替えてみたんですけども、着用してみますね。まずアクレスの方からいきたいなと思うんですけども、これアクレスの方ね、通常バージョンの方めちゃくちゃ私服と合うんですよ。これいけません、私服でそのままパッて出かけたりしたら、一緒に買い物、家族で買い物行こうかっていう時なんかはもう全然こんな感じで、オッケーオッケー行こうかって言って車運転してショッピングモール行って買い物して帰ってくるっていう感じでもいけるし、ちょっと暑くなったりしたらベンチレーション開けてあげたら暑くないですしね、換気もできるっていうことやし、あとまあこの時期とかだフェスとかちょっとずつね多くなってくるじゃないですか。でそんな時なんかは雨降ってもいいようにこういうのも着とくとか、あとまあ形がやっぱりここにボリュームがあることでちょっとコットンとかと合うんでしょうね。私服っぽい感じの雰囲気になるんやけども、ゴアテックスプロの方はやっぱりちょっとシャリシャリ感がマウンテンパーカー感がやっぱ否めないんですよね。今みたいな感じでアクレスここ邪魔くさいんですよ。だからそれだけを気付けさえ脱ぎ着するのがちょっとめんどくさい。 EXP に関してはこのね微妙な感じ分かります？このシャカシャカ感がどうもマウンテンパーカー感がやっぱ強いんですよ。なのでアウトドアっぽい感じの雰囲気にしたいときは全然いいと思うんですけど、ピクニックとか行くときとかやったら全然こっちはいいと思うんですけど、さっきのアクレスのやつの方が汎用性広いじゃないですか。買い物も行けるしピクニックも行けるしみたいな感じで結構そのあたり広いんかなとかって思うんですけども、逆にパンツ変えていってこういうなんかノースフェイスみたいな感じのロゴ入ってるようなやつ、こういうの一回履いてみると、そしたらね、まあ、こんなシャカシャカした感じでちょっとアウトドアライフなところにマットでしなやかな生地感っていうのがちょっと合いづらくなってくるんですよね。まあ、これ見てもらったら、まあ、しなやかな感じやのにちょっと足元だけシャカシャカしてるとか、まあ、ミリタリーとかもちょっと合いづらいんかなと思うんですけど、まあ、そのあたりがねちょっと相性あんまり、まあ、悪くはないですよ。全然着れるっちゃ着れるんやけども、個人的にはどうなんかなとかって思ったりするので、分けてくださいって言われるとやっぱりこういうアウトドアブランドのロゴ入っててってなったら、もういかにもアウトドアっぽいこのシャカシャカしたシャリシャリした感じの生地感っていうのが相性ようになってきて、まあ、これはこれで合うじゃないですか。まあ、確かになんかしっくりくるっていう感じに多分見えると思うんですね。だから実はコーデ的に考えてもこのブラックのジャケットってブラックで形もサイズもほぼほぼ一緒なんやけども、生地ちゃうだけでこんなちゃうのっていうところがちょっと面白いなと思ったんでご紹介させていただきました。もちろん白パンとかで合うからジーパンももちろん合うのは合うんですけど、そういうとこ面白いなっていうところ で最後おすすめの人、どういう人がおすすめなんかっていうと、このまあ僕が今着てるようなゴアテックスモデルっていうのが一般的には多分僕の視聴者さんって結構持ってはる方多いと思うんですよ。こういうなんていうのシャリシャリした感じっていうか、こういかにもこの張り腰のあるような感じってほんまにノースエースのクライムライトとかとあんま変わらないんですよね。アークテリクスのベータジャケットとかとそんなに大きく違いない、まあもちろんそれよりかはもうちょっとか頑丈さはあるんやけども、そういうタイプっていうよりかは形はマウンテンパーカーなんやけども、すごいこうマットな、まるでニットとまでは言わんけども、なんかそういう編み地を使ってるんちゃうかっていうこのドレープ感っていうか柔らかい感じの方が特にマウンテンパーカー持ってはる方にはおすすめだと思います。あの性能いいやつ持ってはるから、別に性能悪いやつ持ってたって天気悪い時は性能いいやつを持っていけばいいだけやし、でそれ以外にやったらデザインが好きっていう方なんかも全然いいかなと思いますので、まあ、このゴアテックスの方を欲しい方ってどういう方が向いてるのかなっていろいろ考えてみたんですよ。ほんならやっぱりゴアテックスプロを持ってない人かなと思うんですね。ゴアテックス、これゴアテックスプロがやっぱこのジャケットの最大の特徴やから、こことの違いって、まあ、さっき言ったみたいにこうファスナーが2つあるとかベルクロが違うとかっていう細かい話はしたけども、最大の特徴何って言われたらゴアテックスプロか、ゴアテックスプロじゃないかっていうところが多分最大の特徴なんで、もうゴアテックスプロが欲しいっていう人はその中の候補にはなってくるんじゃないかなっていうところで、それ以外の人に関しては全員多分こっちでいいと思うんですね。でその代わり防水性に関してはもうこれは求めない。防水性はもうワークマンとか他のノースエースとかでも対応するけども、
多少の小雨とかやったら全然対応できるっていう感じなんで、とかバイクにさえ乗らなければねっていうところで選ぶっていうのも一つなんかなというふうに思いました。まあなのでこういう感じでね最後お話はしたんですけども、やっぱりどっちにしてもいいものはいいと思うんですよ。めちゃくちゃええのはええんやけども、その上でじゃあクレアスなんですかアクレスなんですか、もうそう言われたら名前わからなくなるんですね。だからちょっともうちょっと名前を覚えやすくさせてほしいなっていうところで、このレビュー動画の時僕満金で一番最後、じゃあ以上ということで、クレアスの紹介となっておりましたとか言ってたけど、これアクレスなんですよね。だからそういうところは非常に僕適当に喋っておりますので、申し訳ないんですけども、まあ、次ねデサントの開発者さんに一つ言いたい、覚えやすい名前にしてくれっていうところで以上終わりたいなということで、本日はですね最高峰の比較アクレス VS アクレス EXP の違いどちらかいというところでご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。